トラちゃんは見た。私はアカネ。はーい、次アカネ行きまーす。待ってました。イエイイエイ。これは高校の卒業式帰りに親友のカリンとユリトでカラオケをしてた夜の話だ。お待たせいたしました。メガビッグポテトとスペシャルエトラストロベリーパフェです。あ、待ってました。食べよ食べよ。いただきます。ねえ、それにしてもさ、今日の卒業式のユリの泣きっぷり、うん、超ヤバかったよね。ほら、かわいいグズグズ姿をバッチリ撮っちゃった。やだ、そんな恥ずかしい写真消してよ。だってさ、こうして3人で制服着て学校行くのが最後だと思うと、あ、もうこの子は全く。みんな地元を離れないんだから、いつでも一緒に遊べるでしょうが。だって、だってあ、ママだ。ちょっと電話出てくるね。はいよ。ああ、もしもし。あんた今どこにいるの？カリンとユリとカラオケに。一体何時だと思ってるの？今すぐ帰ってきなさい。でも今日は遅くなるって。限度ってものがあるでしょうが。卒業してもまだ未成年なんだから、日付が変わる前にとっとと帰ってきなさい、このバカ娘。今日くらいいいじゃん、ケチ。お待たせ。やっぱりそろそろ帰るコール。これは0時過ぎたらチェーンかけられそうだわ。そっか、じゃあ残念だけど帰ろっか。でも最後にみんなでプリ取っていきたい。はいはい。そしてそれじゃあね、あかね、来週も遊ぼうね。うん、またね。22時半頃に友達と解散し、私は一人駅方面へ向かった。あー楽しかった。でも歌いすぎてちょっと喉乾いちゃったな。コンビニでお茶でも買おうかな。ちょっと怖いな、あの人たち。やっぱ寄るのやめよう。やば、目合っちゃった。早く帰ろう。なんだろう、さっきから後ろで足音が聞こえる。よし。あ、嘘、さっきの柄の悪い二人。なんとコンビニ前にいた怖い男二人が私のことをつけていたのだ。やばいやばいやばい、早く逃げないと。さすがにもう追いかけてきてないよね。あー、マジ焦った。お嬢さん。どうして逃げるんだい。は？さあしっかり見てくれ。やめろ。何してんだこれ、ド変態野郎が。あんた大丈夫か？はい。離せー。暴れんなこら。その後すぐにこの二人が警察を呼んでくれて、露出魔は無事現行犯逮捕されたんだった。私はてっきりこの二人が後をつけてきていると思ってたのだけど、実はその子がコンビニの前通った時、あの変態野郎がもう後ろについてきてたんだ。ほんでなんか怪しいなって思って後ろを歩いて見張ってたら、女の子がこっち見て逃げちゃって。で、露出魔も追うように走っていったから追いかけたんだ。どっちを見失ったんだけど、叫び声が聞こえてすっ飛んできたってわけや。ということだったらしい。あの、ごめんなさい、私勘違いして。助けてくれてありがとうございます。いいってことよ。でもこれからは夜道には気をつけろよ。お、それから卒業おめでとう。ありがとうございます。大学生になるな。キャンパスライフ楽しんでな。とんだ勘違いをしてしまって申し訳なかったし、まさかこのタイミングで卒業おめでとうと言ってもらえるなんて驚きだった。その後ヤンキー風紳士2人は帰っていき、はあ、
きっとママとパパめちゃくちゃ怒ってるだろうな、なんて思いながら親の迎えを待っていたのだけど、ママ、もうこの子は心配かけて、だから早く帰れと言ったのに。あかね、無事でよかった。さあみんなで家に帰ろう。こうして私は無事に家に帰れたのだった。まあ案の定翌朝母からみっちり絞られたけど、それからね。それにしても初めて見た男の裸をあんな形で見るなんてほんと最低。あの瞬間の記憶だけ消したいくらい。でもあの後あの人たちが飛び蹴りして変態をやっつけてくれたこと、あのシーンを思い出すとなんだか胸がギュッてなるのよね。聞いてるの茜。その後二人と会うことはなかったけど、それからは悪そうな見た目の人がタイプになっちゃったし、そしたらね、ヤンキー風の男二人がカリンやユリと会うたびにこの話題を出してしまうのだった。ご視聴いただきありがとうございました。高校を卒業してはしゃぐ気持ちもわかりますけどね、そうは言っても未成年に変わりないですし、何より夜遅くに出歩くと危険もありますからね。大人でも危険に遭うことがあるんですから、より一層警戒しないといけませんよ。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでもいい話だなと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。